新たなる綾野剛さんへの暴露だそうです。綾野剛は昨年の5月に7年前に当時17歳でアイドルグループのメンバーだった女性と飲酒飲行をのその被害者の女性が、まあ、ガーシーのね生配信にね出演したと、それで暴露された。で事務所は真っ向から反論、結局ガーシー容疑者を刑事告訴することになった。そうですね、綾野さんもやってないってそんなことはってことを言ってるんですよね。で暴露されたものの主演ドラマは予定通り放送され、その後映画も何本か決まったと。しかし関係各所はガーシー容疑者からなるさらなる批判を投下することを恐れ、特に CM の新規を放わないダメージは深刻だったということで、クライアントがいるというんですかね、スポンサーがいるやつに関しては、スポンサーがいるのに関しては結構厳しい状態だったということですね。で綾野サイドとしてはガーシー容疑者の状況に胸をなど下ろしているはずが、ここに来ていきなり余罪を暴露された。暴露したのはガーシーの滞在先のドバイでにいる、秋田慎太郎、まあ、A って出てくる人です。この悪党に出てくる、要はガーシーに暴露をやればって進めた張本人ですね。これですね、ガーシー容疑者をドバイに呼び寄せ YouTube チャンネルの開設をバックアップしたっていうその人ですね。でこの秋田さんっていうのは、まあ、大金持ちなんですけど、元 NMB48 のメンバーでタレントの木下春菜の元旦那として知られている。今誰なんですか、今なんかドバイに女の人がいるんですよね、彼女がいるんですよね。で秋田氏は5日自身のツイッターでホストクラブで撮影した写真を掲載。木下春菜もおったんやけど、もちろん18歳で高校3年生ですってちゃんと自己紹介したんやけど、女子高生って綾野剛は大興奮してたんやけど。でその後このホストクラブに春菜来て、綾野剛にシャンパンをボトルで一気させられたわと暴露。さらに木下に、おいお前ちょっと出てこい、裁判で証言してくれやと呼びかけた。あまり話題にはなっていないだけに、綾野サイドグループしたのこの分だとまだまだ言わないそうです。まあでもこれはスルーでしょうねと思いますけどね。18歳でホストクラブに行くのもどうなのって感じだし、これ元奥さんですよね。その秋田さんとの方が、なんだろう、まあ、この後結婚したんですかね、じゃあね、この人とね、木下さんと。まあ、だから NMB とかなんかそういう AKB グループですよね。67万いねえじゃんって感じですけどね、そんなね、18歳でホストクラブに入り浸ってる。あとなんか文藝春秋にも、ガーシーとは何者かっていうのがあって、それで買ったんですけど、まあただ、まあ石戸悟さんっていうノンフィクションライター、これよくね、ミスターサンデー出てる人ですけど、全体的にはまあ知ってる話ばっかですね。だいたい全部知ってる感じです。もう知り尽くした話ばっかだったんで。大したことはなかったですね。ただ一つだけ知らなかったというか、まあ、うっすらと聞いてたんだけど、あ、確かになと思ったのは、ガーシーのお父さんで自殺してるじゃないですか。もともと校長先生だったんですよね。だから優秀なんですよね。それが校長先生だったんだけど、借金を苦に、いやギャンブルですよね。でもギャンブルもガーシーみたいに違法カジノとかではないわけですよ。いわゆる友達との麻雀ですよね。そんなにレート高かったのかなと。なんかそれで自殺したことによって借金取りが来たりとかして、家がまあ抵当に入って差し押さえられたのかな、買った家が。それで借家住まいになってお母さんがどんどんこう落ち込んでったみたいな話があったんですけどね。あの学校の校長先生って多分ガーシーのお父さんぐらいのレベルだとめちゃくちゃ待遇いいですよね、定年退職した後って。学校の先生になる人っていうのは老後が安定するっていうのが結構大きくて学校の先生やるんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、特に校長まで勤め上げると年金がめっちゃ高いですよね、一般の人たちよりね。多分相当な金額の年金もらってるはずだから、なんでこんなに安定した老後安泰な人が自殺したのかなっていうのが不可解だなっていうふうにちょっと思って、何があったんだろう、そこはちょっと分かんないですけどね。まあガーシーはもう逮捕直前ってことですよね。なんかふざけたの言ってますよね、あの旅券返納ってパスポート返納なのになくしたとかってガーシーが言って、また次から次へとよく出てくるなっていうね感じですけどね。なくしたってのもすごいなと思いますけど、あとその UAE ドバイにね、警視庁の人が行ったんですね。
もう完全に逮捕しに行ってるわけですよね。これ警視庁が元議員が滞在している、まあ、ガーシーが滞在していると見られる UAE アラブ首長国連邦に捜査員を派遣する方針で調整していることが分かりました。警視庁はガーシーが帰国する可能性が低いとみて現地当局に捜査の協力を要請するということになって、だから結構かなり本腰なんですよね。来ないと思われてるのに行くんですよね。警視庁はガーシーが帰国する可能性が低いと見ている上、 UAE が強制送還を含む捜査にどこまで協力するのか不透明なことから、現地に捜査員を派遣する方向で調整を進めていることが分かった。捜査関係者によると、派遣時期はイスラム教の ラマダンっていうね、断食している時期に明ける今月下旬になるという見通し。まあだからやっぱゴールデンウィーク前に逮捕っていうのはあながち嘘じゃないというか、信憑性があるんだなって感じですね。現地当局にガーシーが関与した疑いが持たれている事件であることなど説明し、捜査への協力を要請することにしている。さらに警視庁はガーシーにを国際指名手配に向けて警察を投じて ICPO 国際刑事警察機構に申請中、手続きが順調で進めば近く国際に指名手配されると。まあまあ散々ですけどね、ガーシーもね、まあ、かなりこう包囲網が狭まってきてますけどね。パスポートをなくしたっていうのはすごい言い訳だな、でも小学生の言い訳だなと思いましたけどね。返したいけどなくしたと言って、探したけど見つかんないって言ってんですよね。